こんにちは。こんにちは。レジェンド動画ブログ、今日で3回目なんですけども、ちょっとですね、有意識事態といいますか緊急事態が起こりましてですね、ここ最近、対面それとメールちょっとおはがき、クレームの嵐なんです。で、内容は何かと言いますと、次回いつするねんと、もうかれこれ1ヶ月以上やってないやろと、まあ、そういうお叱りのですね、クレームが、結構たくさんいただきましてですね、で確か3月13日ですかね、2回目がね。で僕最後にですね、じゃあまあ10日後ぐらいにまたしますって言うたっきりほったらかしにしてまして、はい、まあ一応ね、僕らも忙しいんですよ。特にこの4月は何が忙しいかって言いますとね、草刈りなんです。草刈りで忙しくてまあ僕もね、自動車乗ってるんですけど、まあ、自動車置く場所ありますよね、いわゆる駐車場っていうところですけど、草だらけなんですよ。であまりにもちょっとひどいんでね、もう人の背丈ぐらいの高さの草があったりとかするんでね、最初ちょっと毒まこうかな思ったんですけど、ちょっとそれでね、近所になんか被害が出たらまた大変な話なんでね、小さいクワと、先手バサミで、全部除去しましてですね、これが結構大変でした。ちょうど私のスペースの横にはですね、溝がありまして、その溝がですね、ほとんど土で埋まって草だらけになってたという、うん、で、まあ引っこ抜いたらですね、もう根っこが土に絡みついてましてですね、一斉に取れたというね、まあ気持ちいいぐらい綺麗になったんですけど、まあそんな草刈りがあったりとか、あとまあちょっとね、竹の子狩りにちょっとお誘いいただきましてですね、まあ僕も田舎者ですから喜びさんで行ってきたんですけど、まあこれが大変でね、なかなかそのね、ちょっと大阪じゃなかったんでね、大阪の竹の子で割とこうのぎって出てるんですけどね、出てなくてですね、先っぽだけしか出てなくて、まあ、それをこう掘っていかないかんっていう作業もあったんで結構大変だったんですけど、今年はちょっと竹の子はあんまりなってなかったみたいな不作だったんでね、大量っていうわけにはいかなかったんですけど、まあやっぱり取れたて食べるとね、美味しいですよね。まあこの竹の子もね、のきのきとこう伸びてきてですね、最後はまあ竹になるんですけど、その前に人間が取っちゃうというね、なんかちょっと複雑な気もするんですけども、まあ今日はですね、まあちょっとそういう感じでですね、こうちっちゃいね、種からずっとこうどんどんこう伸びてきて竹の子になってこう美味しいものになるという、ちょっとそれに近いようなね、お話をしたいなと思っておりますけども、いかがですかね。どうぞどうぞって、え、何やねそれ、なんか俺なんか語り部みたいやないかいなまあなんですけどね、はいはい、まあ春なんでね、ぼちぼちとこう皆さんいい出会いもあるかと思いますけども、私どももまあ会員さんがですね、いい出会いを皆さんいいお出会いをされましてですね、まあお見合いをして交際されてですね、ご結婚という形になるんですけども、まあ一人の女性の話なんですけど、当年39歳やったかな、はい、39歳の女性なんですけどね、はい、まあこの女性がですね、もう間もなくご成婚を大会すると思われますけども、まあ、彼女がですね、まあ、2年ほど私どもお世話させていただいたんですけども、まあ、ちょっとね、紆余曲折って言いますかね、そんな順風満帆な活動ではなかったんですけども、まあ、粘り強く頑張りましてですね、まあ、途中ね、まあ、自分のお仕事の都合でいろいろ婚活以外のことでも大変だったんですけども、まあいい方見つけたということでね、ご成婚になるんですけども、まあそこに至るまではですね、ちょっとやっぱりこう自分の希望とは違うかったりとか、まあ人的にちょっとどうなんかなっていう方と、まあ、お見合いをお出会いがありましてですね、まあ、交際にもなったんですけども、まあ、交際もね、うまくいくかなと思ったんですけど、ちょっと相手の男性の考え方と彼女がちょっと合わなかったっていう、そういうことがありましてですね、まあそれで交際終了っていう形にはなったんですけど、まあその時彼女どうなるかなと思ったんですけどね、まあ、折れずに、
しっかりと次を見据えていたっていう、見かけはねおとなしい感じで、喋っててもおとなしい感じのね、これちょっと背の高い可愛らしい子なんですけどね、非常に芯が強いと言いますかね、しっかりされてる子でしてね。でまあ今の交際の方とお見合いになったんですけど、ちょっと私的にですね、この男性どうなんかなってちょっと思ってました。まあちょっとね、大きい病気もされてね、まあ、42やったかな、42ね、大きい病気もされてですね、でまあ仕事もね転職されて、ちょっと収入もね若干少なめだったんですけど、まあ転職したての頃なんでね、まあそれは将来性はあるんですけども、まあ、私がですね、以前いた業界に近い業界のお仕事されてましてね、なんとなくちょっと事情もわかるんですけどもね。でまあそれで交際になってたんですけど、僕ちょっとこの彼どうなんかなって最初思ったのがですね、割り勘なんですよ。なんせお食事行ってもね、割り勘、皆さん知ってます？熱勘じゃないですよ、割り勘ですよ、割り勘なんですね。で多分この話をするとね、大半の女性はそんな人やめといたらええのにってこうなると思うんですね。で僕も実はその一人でした。でまあ彼女にね、毎月来てもらってるんで、いろいろお話ししていく上でですね、ちょっとやめてたらどうやという話をしたんですけど、実はね本人さんあんまり気にならない、割り勘ね。だって自分の食べる分ぐらい自分で出して当たり前でしょって、この言われましてですね、なるほどなと。すごい単純な話なんですけど、こう世の中の方たちはえってこうなるんですけど、その子はそうじゃなかったという。でね、僕もちょっとこう斜めから見すぎてたかなっていう、その彼のことをですね、斜めから見すぎてたのかなっていうふうに思ってですね、まあ彼女的な発想はですね、彼といてこう楽しい時間を過ごしてると、今までそういう方はいなかったと、で楽しい時間をこう過ごされてるということだったんで、その楽しさが割り勘より勝ってたんですね。ですね、その割り勘は特に気にならないということだったんですね。でまあまあこの方母一人子一人なんですけどもね、ちょっとお母さんもね、彼自身はちょっとそのお母さんお母さんではないんですけど、お母さんの方が私ね一人息子でこうね女で一人育てたっていうのもありましてですね、まあ、可愛い可愛いとまではいかないけども、もうそんなあんた40回ってもう結婚せんやったらもうずっとおったえねんみたいなことをこう言うてるっていうふうにねちょっと聞いてたんで、これはちょっと結構くせもんかなというふうにも思ったんですけど、まあ彼女にはねもちろん一回会って、もう聞くだけであかん、一回会ってね交際の挨拶っていうことで行って、どんな人があなたの目で見て耳で聞いて感じてくださいということを言ったんですね。そうしたらですね、まあ先月お会いになられて、で非常にそのねお母さん思ったよりも常識人って言いますかね、まあ、聞けばご商売されたっていうことでね、小さなお店をやってたっていうことでね、それなりの常識があるからでっていうことを言ってたんで、まあ人の話っていうのはね、なかなかこう伝え聞いてるもんですからね、100じゃないんですね。で実際あったらよかったということでですね、まあその僕は割り勘がどうかなと思ったんですけど、彼女もその気にならないっていうのと、一回試しにねここ出してくれるって言ってみたらどうやって言ってね、それでね、いやいやそんな割り勘じゃないとダメやって言われたらちょっと考えようかっていうことで言ったらね、いいよってこの言ったらしいんですね。ですね、まあ付き合い方ですよね、付き合い方の中でね、確認っていう作業は必要なのかなっていう、こう思い込みとかね、斜めから見ちゃうとかね、そういうのはちょっとよろしくないのかなっていう。で、もう一つね、いいなと思ったのが、まあ彼女もね、結構おとなしい子なんですけど、まあ、思い詰めるとこうちょっときつい言い方してしまうっていうふうに本人も言ってたんですけど、私はその頃から言われたことないんで、そうきつく言われたことないんでちょっとわからないんですけどね、まあ言ったら、まあ、相手の方がね、あそっかそういう考え方もあるよねとか、あなるほどそれやったらそうしようかっていうね、こう彼女の考え方 にね
こう耳を傾けるっていう、非常にあの聞き上手っていうんですかね、相手をこう認めてるっていうんですかね、その方の思いをこう受け止めようっていう、そういうのがすごく感じたんでね、あ、実はいい方じゃないかと思ってましてね。で、先週じゃないわ、今週かな、今週の月曜日に彼女来てですね、今月いっぺんちょっと今度あの親御さん同士、まあ彼女のお母さん、彼のお母さんと彼と彼女と、まあ、4人で、まあ、会うということになりましてね、まあ、そこで、まあ、あの、まあ親同士がねうまくいけば、まあ、ご成婚でいいとは思うんですけども、そういう運びになったんですけどね、まあ私もねこの仕事をですね、ずっとやっててですね、こうちょっと思い込みの部分っていうのもあったのかなっていう、その何が思い込みかというと割り勘あかんちゃうかというふうにちょっと思ってはいたんですけど、それをあかんって決めつけるのは良くないかなっていうことをね一つこう分かったのと、まあ彼女自身がもともとはその割り勘っていうのがねいいか悪いかっていうのはちょっとその話は信じてなかったんですけど、まあいろんな方とお付き合いしていく中でね、彼女なりにやっぱりその男性に対する価値っていうんですかね、そういうのをねこう学ばれたということでね、あの男性を見る目がねこうぐん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 こう伸びていったというふうに、そんな印象の出来事があったんですけど、どうですか彼女に対する印象は。印象ね、うん、そうですね、まあ本当になんかおとなしいんだけども、うん、なんていうか、そう、何でも我慢できそうな気がするんですよね彼女だったら、うん、まあ我慢っていうか受け入れですね、受け入れですね、はい、でね、もう一つあの子のいいところはね、友達がいいんですよねすごくね、近くに友達、ちょっと近くでもちょっと離れてますけどね、うん、和歌山の方らしいんですけど、すごくやっぱし相談相手としては、うん、あのいい方で、なんていうんですかね、的確なアドバイスって言うんですかね、あの彼女の思いをこうちゃんと聞いてあげる、それに対する答えを言うというね、そういう友達もいたんでね、まあ私婚活っていうのはね、もちろんね、皆さん一人でやってる、まあパーティー行かれてる方とかね、あの合コンに行かれてる方っていうのはまあ一人なんですけど、まあ、相談で来るとね我々な報道っていうのがいるんですけど、まあプラス友達ですね、いい友達にもいるっていうのもこれまあ、心強いかなっていうね、ふうにもちょっと思いました。ですんでね、ちょっと私の今までのこの経験の中ではね、割とこうちょっとあんまり出会ったことないパターンっていうんですかね、今回まあそんなことがありましてですね、非常になんかこう春をね感じる結果が出たということで、ちょっとまあ非常に嬉しい時期なんですけども、まあそういうことをしながらですね、まあその後今度会うんですっていうことを話聞いた後にはですね、また草刈りに行きましてですね、まあ、草まみれになりましてですね、その場所も綺麗になり、なんか気持ちもすがすがしいという、なんかいい5月を迎えたんですけど、ただいつ放送するねん、いつ YouTube アップするねんっていうこのクレームに関してはですね、まあ、非常に心苦しいと言いますか、草刈りに一生懸命なりすぎましてですね仕事ことらかしいというね、こういうことしてたらダメなんでしょうけどね、まあどうですかその辺は草刈りも大事じゃないですかね。そうですか、思います。なんでですかね。まあ今まであんま経験したことなかったので、草刈りを、あ、そう、はい、お嬢さんみたいですよ僕らしょっちゅう草刈りしてましたからね、小さい時はね。そうじゃないですか。野良仕事っていうのがね、あんなようね手伝いに行きましたね。おじいちゃんね、畑を田んぼにするね作業とかあんな手伝いに行きましたんでね。長靴とかね、クワとかあんなのもう常に持ち歩いてたっていう感じなんですけど、いや違うんですか。長靴はちょっと履いたことないですね。お嬢さんやなんかいな。お嬢かいな。長靴履いたことない。ってことは、雨の日は絶対リムジンが迎えに来て、お嬢様どうぞって言われてたら、もしかして。だって、雨の日どうなってたの？ピッチピッチチャップチャップ、チャップランランランじゃないの？ない。ビジョビジョのことです。あ、わかった。学校、家まで来てくれんねん、先生が。勉強しに、教えに。そんなんやった。
なんかちょっと感じ悪いね。ちゃいますよ。ちゃいますからね。まあ、はい、そんなことでね、ちょっといいお話をね、させてもらいたいなと今回思いましてですね、はい、そんなのがあったんですけど、まあ、ここで一つちょっとね、今回、初めてちょっと告知をさせていただきたいと思ってるんですけど、これ見えますかね、皆さんね。6月3日、私どもの主催の婚活パーティーが、堺東で開催されます。はい、題しましてですね、堺で婚活カジュアルパーティー、今年最初のうちの主催、はい、っていうか、6月ですよね。なんで6月で半年も経ってるのね、最初、まあはい。まあ、いろいろ事情がありましてですね、ちょっとなかなかちょっと、自社開催をする機会がなくてですね、はい、まあ、今回ちょっと初めて6月になっちゃったんですけどもね、15対15でやらせていただきます。はい、で、カジュアルなんで服装はもう自由です。で、なんか鳴ってるよ、これ。電話です。なんか鳴っちゃったよ。クレモで。クレモで。うるさい言うて。で、15対15で、女性がね、実はもう半分ぐらい待ってます。はい。珍しいです。うち男性先行なんですけど、そうね。女性がちょっと、たくさん来てくれてるんで、まだね、1ヶ月近くありますんで、よかったら、ホームページにもちょっと載せてますけど、ホームページちょっとリニューアルしましてですね、載せ方がよくわからなくて、変な載せ方になってますので、ちょっとごめんなさい。電話でもしてきてください、よかったらね。で、今日はですね、皆さんこれ見ていただいてるんで、これ見て、パーティー参加、していただける方は、今から言う合言葉を申し込むとき言ってください。いいですか？そしたら、500円いかせていただきます。はい。合言葉、野良仕事。はい、これを言ってくださいね。わかりましたですか？野良仕事っていうことでまず言っていただいたら、500円いかせていただきます。関係ない。で、LINE アットの友達の方はもちろん500円なんで、それはもうプラス1000円、500円なんで1000円引かせていただくことになりますんで、はい、よかったらご参加ください。はい、で、これがまあ一つですけど、次4回目がありますんでね、これまた10日後とか言ったりせえへん方はまだ怒られますんで、はい、次回はちょっと、6月中か7月にはしますけども、あ、ごめんなさい、5月か、今、5月中か、6月中にはしたいんですけど、実はですね、ゲストを呼びたいと思ってます。で、ゲストは私のお友達を呼びます。で、初回予定してるのがですね、絵本の朗読をされてるいい子なんです、はい、この子ね、はい。この子にちょっとね、うちこんなやってるんで、いっぺん来てくれへんったら、いいですよって言ってくれたんですね。だからもうぜひ来ていただきたいんですけど、まあ、なんせ忙しい方なんで、はい、ちょっと日程調整で今、揉めてます。揉めてはない、ね。揉めてはないよね。調整でちょっと手こずってます。はい、それもおかしいよね。手こずるってなんかね、あんまよくないね。日程調整で今させてもらってます。はい、ですので、調整次第、また YouTube アップします、はい。で、その次のゲストはですね、運送屋の社長に来てもらいます。はい。はい、近くなんです。これも私のお友達なんですけど、はい、この方も毎朝、朝礼の動画をアップされてましてですね、うん、素晴らしいですね。毎日されるんですからね。うん、僕ら、月に2回ぐらいしか、ね、できへんし、それすらしてなかったからね、はい、4月1回もしてないわけですから、うん、まあ、いかにいい加減かっていうのがこれでちょっと分かったんですけどね、うん、そういう方をちょっと来て、いろいろ喋りたいと思ってます。まあまあ、もちろんね、うちはまあ、結婚相談所っていうことでやってるんで、まあ、婚活の話もしないといけないんですけど、まあ、それだけではちょっと面白くないんでね、そういうのはちょっとまあ、あまり出ないかもわからないですけど、まあ、皆さんよかったら見てください。はい、まあそんな感じなんですけど、なんか最後一言。ないです。ないの？ないの？ないです。1ヶ月以上もほったらかしにしといて。あ、パーティー来てくださいね。あ、堺で、はい、何だ？堺で婚活カジュアルパーティー。カジュアルパーティーね。はい。はい、皆さんお待ちしてますので。どしどし。はい。ね、これを言うとね、俺行きたいねんけどっていう結婚してる既婚者の方が言ってきますけど、ダメですからね。はい、それだけはダメですね。はい、申し訳ないですけど。独身者。独身者の方です。で、参加して既婚って分かったら罰金100万円です。はい。そこだけ、はい、ちょっとよろしくお願いします。はい、ということで、今回ちょっと、2ヶ月話、会いちゃいましたけども、もうちょっと狭めますんで、はい、まあ、皆さんちょっとしばらくお待ちください。はい。では、そういう感じで今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。